食品開発展出展者プレゼンテーションを始めますこちらは食品開発展で発表した統計に関連するセミナーの一覧です今回は10月4日のセミナーの内容になりますテーマはクロスオーバー比較デザインの統計学的留意事項です株式会社オルトメディコの野田が担当します タイトルにもあるクロスオーバー比較デザインは平行群間比較デザインと並んで機能性表示食品の精度化において推奨されているデザインです特に食後の血中中性脂肪の上昇関係や食後の血糖上昇関係に関連した表示を目指す場合はクロスオーバー比較デザインが用いられていますしかしこちらに特定保険用食品の表示許可等についてを載せているのですが下線で示したように ウォッシュアートが十分になされ持ち越し効果がないことという一文があるのみで考慮すべき点や注意すべき点などが明示されていませんそこで不明瞭な点を明らかにすることを課題とし最終製品を用いた人試験におけるクロスオーバー比較デザインの統計学的留意事項を本校にまとめましたこちらは今回お話しするコンテンツです はじめに、クロスオーバー比較デザインの統計学的留意事項についてです。こちらはクロスオーバー比較デザインの概略図です。このデザインでは、まず集めた試験参加者をランダムに2つの群に分けます。ここまでは平行群間比較デザインと一緒です。しかし、クロスオーバー比較デザインは、群1に割り付けられた参加者は介入 A の後に介入 B、群2に割り付けられた参加者は介入 B の後に介入 A を受けます。 このように軍艦で介入をクロスさせるのが特徴です。ここに示したデザインは2材2軍2機、2かける2かける2。2クロスオーバー比較デザインとも呼ばれ、最も単純なデザインです。このデザインのメリット、デメリットを3つずつ挙げました。それぞれ説明します。まず1つ目のメリットです。クロスオーバーデザインは組み入れられた被験者は全ての介入を受けることから、介入間で被験者背景が異なる状況をなくせます。 2つ目に平行軍艦比較デザインと比べて症例が少なくて済みます。この理由については中央に記載されている式で説明します。NC はクロスオーバーデザインの症例数、NP は平行軍艦比較デザインの症例数、個人差指数は介入効果が大きいほど増大する指標となります。仮に個人差指数が1だった場合でもクロスオーバーデザインの症例は 平行分解比較デザインの4分の1の症例で同等の検出力を保っていることをこの式は表しています3つ目の介入効果の推定精度を向上させるメリットですクロスオーバーデザインでは解析に分散分析が用いられているのですがその時に磁気効果や被験者間のばらつきを誤差から分離することにより介入効果を向上させることができます これがどういうことなのかを実際に分散分析の結果を見せながら解説しますこちらの表は解析データセットですグループは群、フェーズは時期、フードは介入を示しており右下にコードの内容を記載していますこのデータセットを用いてグループ、フェーズ、フード、ID を因子に入れた分散分析と平行群間比較デザインを想定してフードのみを因子とした分散分析の結果を比較してみます 分散分析の結果はこちらです。上の表がすべての因子を組み込んだ結果、下が平行分解比較デザインとして解析した結果です。まず赤色で示した残差に着目すると、上の結果では下の結果と比べて小さくなっていることが分かります。その結果何が起こったのかといいますと、それぞれの介入効果に着目すると、下の結果では有意差が検出されなかったに対し、上の結果では 介入効果の有意差が検出されるようになりましたこのように介入効果の推定精度を向上させていることがわかりますここまでがクロスオーバー比較デザインのメリットです次にデメリットを説明します一つ目は脱落者が発生する可能性が高まる点ですこの理由はクロスオーバー試験デザインの特徴でもあるのですがウォッシュアウト期間と呼ばれる摂取した薬剤の効果を消失させるための期間が設定されるため 期間が延びるためです2つ目のデメリットは直前の介入効果が残っている可能性がある点です。これは持ち越し効果と言います。持ち越し効果がどういうものなのかを右下の図で説明します。この図は縦軸が平均値、横軸が左の図と色で対応してありますが各群各時点の介入後のデータです。得られたデータの平均値は時期効果。 軍効果、持ち越し効果、介入効果、プラセボ効果の各効果の和で表すことができます。まず青色で囲った群1、次期1の平均値に着目します。π は介入を受けたことによるプラセボ効果、α は介入 A がアクティブなので介入効果、γ1 は群1の効果、β1 は次期1の効果です。次に赤色で囲った 1> 群1の時期2に着目します。π はプラセボ効果、ガンマ1は群1、ベータ2は時期2の効果ですが、時期1にはなかった赤色で示したオメガアルファが含まれています。これが磁気1で介入を受けた際の効果が残存した持ち越し効果です。群にも同様に説明ができます。最も問題なのは3番目のデメリットである。 このデザインでは持ち越し効果を評価することが不可能であることです。それでは今説明した持ち越し効果がどのようにガイドラインに関わっていくのかを説明します。こちらは ICHE9 に記載されているクロスオーバー比較デザインの統計学的原則です。ICHE9 は医薬品の臨床試験におけるガイドラインですがなぜこのガイドラインに着目したかを少し説明させていただきます。 以前アスコンより機能性を評価する際に変化量を軍艦比較することについて指摘がありました。その時にこの ICHE9 を引用して指摘していました。このように外部からクロスオーバー比較デザインについて何かしらの指摘があるとすれば ICHE9 を引用してくる可能性があります。従って ICHE9 の観点から対策しておけば外部からの指摘にも対応可能と考えられます。話は戻しますが、 こちらに書かれている内容をまとめますと、以下の7つに要約されます。これらの要点が機能性表示食品にも適用できるかを考えます。まず、1と4について説明します。1については、特定保健用食品の表示許可等についてにもあるとおり、原則として2重模型及びランダム化を施す必要があることから適用可能です。 4については、ウォッシュアウト期間をどれくらいに設定するのかという規定はないのですが、しっかりと設定しておけば問題ありません。2番と5番と6番は、クロスオーバー比較デザインのデメリットで説明しました。これらはデザインの特性上、避けることができない問題です。なので、一試験を計画する際は十分に気をつける必要があります。3番は原則として、 疾病を有するものは人式に組み入れることはできないので問題はないと考えられますそして最後の7番が課題となりますこの文章では 2×2 クロスオーバーデザインが一般的に使用されるのは後発薬品の生物学的同等性を示す場合であると限定していますこのように書かれているのは 2×2 クロスオーバーデザインは ② 番のように持ち越し効果が分離できない欠点を有していることが原因です また、後発医薬品の生物学的同等性試験のガイドラインでは、この点を共有しているからです。後発医薬品の生物学的同等性のガイドラインをこちらに示しました。下線部にプロトコルが順視されていれば、持ち越し効果が生じることは本来考えにくいので、持ち越し効果に関する考察は問わないこととしたと記述されています。2×2×2 クロスオーバーでは、持ち越し効果を分離できないため、 持ち越し効果を評価することができませんしかし、機能性表示食品制度下では 2×2×2 クロスオーバーを推奨しているものの、持ち越し効果はないこととしか記述されていません。ここに矛盾が生じています。機能性表示食品の一つ試験の対象者は原則として健常者であることや、介入はサプリメント等の食品であることから、持ち越し効果が検出されるものではないと考えられます。従って、 機能性表示食品の制度下においても 2×2×2 クロスオーバー比較デザインの採用は休養されるべきと考えられます。現状では実際にこのデザインを用いて試験を行い届け出が受理されているものもありますし今のところ外部からの指摘もありません。しかしすぐにガイドラインが改正されることはないのでこのような点が不安に思う方もいるかと思います。 そこで持ち越し効果を分離するクロスオーバー比較デザインを提案します。そのデザインはこちらに示す2在2群3期 2×2×3 クロスオーバー比較デザインです。このデザインは時期2までは先ほどの 2×2×2 クロスオーバー比較デザインと変わりはありませんが、時期3が追加されています。また、介入の順序を確認すると、群1では介入 A、介入 B、介入 B、 軍では介介介入入入 B、入 A、A と、次期3では次期2と同じ介入を行っていることが特徴ですこのデザインでは試験が延長するため 2×2×2 クロスオーバー比較デザインよりも試験参加者の脱落率は増大する可能性はありますしかしながら同じ介入を続けて施すことにより介入と持ち越し効果のすべての組み合わせが生成されます右下から見ていくと 介入効果 A と持ち越し効果 A、介入効果 A と持ち越し効果 B、介入効果 B と持ち越し効果 A、介入効果 B と持ち越し効果 B となっております。こうすることで、持ち越し効果を分離した解析が可能となります。では、実例を用いて説明します。ここに解析に用いたデータセットを示しています。赤字で示しましたが、 2×2×2 クロスオーバーバデザインではなかった持ち越し効果が追加されています。この持ち越し効果を印紙に加えて分散分析を行った結果こちらに示した結果となりました赤字で示しましたが持ち越し効果を分離した解析が可能となりましたピーチが0.05を下回らなければ持ち越し効果はないと判断することができますしかしこのデザインでは持ち越し効果と同時に 時効果を検出することができません。なので磁気効果を検出するときは持ち越し効果と分けて解析する必要があることに注意しますこのデザインにすることにより持ち越し効果を評価することができるので現状のガイドラインに適用することができます本日のまとめですクロスオーバーデザインのメリットの一つは磁気効果や被験者間のばらつきを誤差から分離することができる点です そのメリットを生かすす。ためには、適切な解析が必要で 2×2×2 クロスオーバーデザインの大きなデメリットである持ち越し効果を評価できない点について介入が食品なので持ち越し効果を考えづらいが現状は考慮しなければなりませんその点についてはデザインを拡張することで持ち越し効果を評価することができます本項の作成に用いた参考文献の一覧です お問い合わせ、無料相談はこちらの電話番号またはメールアドレスにてお願いします。本項の内容はこちらの論文にまとめてあります。是非チェックしてみてください。以上で発表は終わりです。